はい、皆さんどうもこんにちは、いろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけども、じゃーん、コンビニにさ売ってたあつおいとコラボしてるけどさ、悲しい話ある。これさ、蓋のさ裏側にさ、誰がなんかまあキャラクターランダム載ってるわけ、多分ランダムだと思うけど、それをさ誰か見ようと思ってさ、まあなんだろう、やった結果さ、あまり今開けすぎてさ全然蓋閉まらない問題ね。びっくりした。ちなみにこんな感じかな。ごめん、ちょっとね時間過ぎちゃった。3分なんだけどね、5分ぐらい多分経ってるかな、この時間。これはね、島のりんご風果汁入りスープカレー味ラーメンだね。けどね、匂い結構ね、なんていう、その俗に言うご家庭の味のカレーあるじゃないか、そんなのよりは全然もうちょっとなんかスパイシーな香りっていうのかな、まあ、みたいな感じのね、香りがする。どんな感じなんだろう、味って。辛いのかな。いや、でも、あつ森だからね、多分辛くないと思うんだよな。けどね、なんかね、匂いがね、結構ね、なんつったらいいんだろうな。ちょっと自分が思い描いてる感じじゃない。もしかしたらスープカレーだからかもしれないけど。ちょっといただきますね。すいません。失礼します。あったー。あっくっ、なんかなんつったらいいんだろう、なんかスパイシーだけどちゃんと甘みもあるみたいな。けど思ったよりはスパイシーかもしれない。でも全然うまい、うまい、うまい。で、ちなみにこれ、オリジナルシール、終わった、オリジナルシールね、が、20種類あって、そのうちね、1個がね、入ってるんだけど、自分はね、ブーケちゃんでした。蓋の裏側にもあったけど、ブーケちゃんでございました。全種類、20種類あるわけじゃないか。他どの住民がいるんだろうね。すごいね。やっぱ、推しキャラとかいたらね、出てほしいよね。これね、ここ。ちなみに、モデルというか、外に出たアデレートだね。この間、うちの島に引っ越してきたばっかりでしたね。すごい美味しい。もうちょっと麺伸びちゃうから、さらっと、残りいただいていきたいと思います。まあ、年内にね、YouTube のチャンネル登録者数1000人超えを目指してるんでね、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とか家族とか、まあ別に誰でもいいけど、こういう人よって宣伝してもらえたら助かります。YouTube 以外で言うと、Twitter、TikTok、インスタでおのおのね、概要欄の方にリンク貼ってあるんで、そっちの方からね、フォローしてもらえたら嬉しいでございます。まあ、動画投稿以外にもね、ライブ配信とかもやってるんで、気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいでございます。コメントしてもらってね、お話ししてもらうでもいいし、なんだろうな、参加型でベースやってるんで参加してもらうもいいし、またね、ラジオ感覚楽しんでもらうもいいし、おのおのね、楽しんでもらえたら嬉しいでございます。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。